超大型巨人によってトロスト区の壁が破壊される数時間前、精鋭からなる調査兵団は壁外調査に出発しようとしていた。来たぞ、調査兵団の主力部隊だ。エルヴィン団長、巨人の門を蹴散らしてください。見ろ、リヴァイ兵士長だ。一人で一個旅団並みの戦力があるってよ。ち、うるせえな。みんなの羨望の眼差しも、あなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。調査兵団による壁外調査の主な目的は、5年前に陥落したウォールマリア奪還のための布石を打つことにある。廃墟と化した町や村に兵站拠点を設置し、壁を破壊されたシガンシナ区に大部隊を送るための進軍ルートを確保すること。この重要な任務を託される調査兵団は人類の英知の結晶である。兵站拠点を設置するのはここか。クソみてえに荒れてやがる。兵長、後続の本隊は予定通り到着できそうですね。よし、エルヴィンの到着までにうざってる奴らを片付けるぞ。やがるのか。どうして化けた巨人を倒し、あたりを制圧しなければ。さすがです兵長、私もお役に立てるよう頑張ります。俺は次に行く。ここは任せたぞ。エルヴァン。兵長、わざわざすみません。これで補給班を展開できます。行く。助かった。そろそろ時間だ。急ぐか。救援要請ね。助けに行かないと。
さずとはいかない。俺の敵じゃない。ひとまず掃除は終わったか。さっさとエルヴィンと合流しねえと。しながら予定の配置につく。援護班は中心部の巨人を誘い出し、町の外側で各校撃破せよ。リヴァイ、我々は中心部を制圧し、拠点設置箇所を確保する。行くぞ。了解。リヴァイ、補給を怠るなよ。俺たちを追ってこない。飛行士だ。あいつがいちゃ拠点は気づけない。さあやるぞ。問題ない。まとめて相手して救援要請。無視はできない。俺の敵じゃない。かなりまずい状況のようだ。リヴァイのおかげで補給班は無事だな。各班、兵站拠点の設置にかかる。大変だよ。南から巨人の群れだ。こっちに向かってる。俺たちに引き寄せられてきたようだ。ふざけた真似をする前に仕留めるぞ。巨人のところに集まってるのか。あいつらも飛行士だったのか。合流されると面倒だ。止めるぞ。こんなに飛行士がいるんだから、一体ぐらい生け捕りにしても。ダメだ。巨人を殺しの余裕はね。おとなしく面倒を起こすんじゃねえぞ。その調子だ。拠点設置完了まで巨人を近づけるな。
まだ巨人、こんなに立て続けに戦うなんて限界だ。下がって構われず、兵長、やります。やらせてください。どうぞ。さすがは特別作戦班だな。当然の仕事です。やめてよ、団長にバカだと思われるでしょ。残念、もうこの辺りに巨人はいないってさ。それでいい。今回の調査ではさらに先まで進む。そう、あの子たちの死体を調べる暇もないのかい。いいかい、そもそも巨人の死体が蒸発するメカニズムってのはって。エルビン、あのクソメガネはほっとけ。ああ、志願しなくまでの進軍ルートを一日でも早く確保する必要がある。行こう、我々に課せられた使命を果たすんだ。